本日は加速する大学のオンライン化次世代デジタルアイデンティティ基盤と題しまして、えー、中村修先生にお越しいただきました、えー、時間も限られてますので早速初、えー、めに30分お話しいただきたいと思います、はい、皆さんはいつも通り Q&A のところに質問を書き込んでいただければと思います早い段階から書いてもらえると私が対応しやすいのでよろしくお願いしますじゃあお話を始めたいと思いますあの はじめまして、慶応大学の中村です。えっ、ー、と、G 画面の共有いた ?OK です。何が出たあの、パワーポイントの,あの発表ツールになってない方で、<で>発表じゃない、これじゃない、スライドショーになってない場面です。スライドショーになってない方。はい。スライドショーになってない方。これだと。あッ OK です。OK。はい。はい はじゃあ、えー、とめましてあの、慶応大学の中村治といいます、えー、といた,だいたタイトルは、えーと、加速するオンライン化という話の中で、えーと、デジタルアイデンティティ基盤という話を、えーえー、お話しするということになっていますと。<laughs> であのまず、じゃあ、頂い,いてる時間30分なので、えー、あんまり、えー、お時間もないので、簡単なお話からいきますけど、まあ、自己紹介ですね。 慶応大学の環境情報学部という学部、まあ、世の中的には SFC の方が有名かもしれないですけれども、あの環境情報学部の教授をしていますと、たぶん、多分今日えー、ときょう、えー、このお話をいただいたのは、えー、どちらかっていうときと、その2つ目ですよね、インフォメーションテクノロジーセンターの所長というようなところでお話をいただいたんじゃないのかなというふうに思っています。<laughs> でそれから、まあ、あとこの ITC って僕ら言いますけどインフォメーションテクノロジーセンターですね ITC の話はちょっと後ほどさせていただきますそして,、えー、って今、サイバーセキュリティチーム慶應義塾にいわゆるサートですよねっていうのが実は去年の11月に発足しまして。 もともとサートちゃんといわゆるセキュリティオペレーションですよねちゃんとやんなきゃいけないんだよねってずっと思ってたんですけれども、えー、なかなか大学側がそういう組織を作ってくれなかったんですが去年の11月、えーまあ、お,話をお話の中には多分出てこないかもしれないですけど去年の10月ぐらいにですね、えー、9月か9月の後半に慶応大学を思いっきりサイバーアタックを受けましてですね <laughs> えー、そ,ういうその、えー、対応をしたわけですけれども、その対応をする中、えー、慶応の執行部の方も、えー、サートが必要だよねということを認識さしていただけて、えー、サートを急遽作るということになって、でそのサートの、えー、チーム長というようなのも、えー、やらさせていただいています。 であと、えーまあ、その下にいろいろなんか書いてありますけど、まあ、ワイドプロジェクト僕自身を多分紹介するのはどちらかというと僕バリバリなインターネット屋でして。 えー、インターネットもどちらかというと、まあ、下の方のレイヤーっつったらいいのかな、まあ、IP プロトコルだとか、えー、トランスポートプロトコルとかそんなところが得意なんですけれども、えーまあ、そういう人間ですだからどちらかというとアプリケーションは不得意な方の人間だということです。で、まあ、2つ目に IPV6 コード普及普及高度化推進協会協議会の常務理事って書いてありますけど、まあ、まさにこれが僕の。 は何って言われたときにいわゆる本当にインターネットやのプロで,で今、インターネットって IP バージョン4っていう今までのプロトコルから新しい IP バージョン6っていうプロトコルに、えー、ちょうどこう動いている、えー、トランジションしている真っ最中なんですけれども、まあ、そういうようなところをまあやっていますと、まあ、それ以外にもまあ政府系のまあ委員だとかいろいろなことをさせていただいてますということです。まあ、ITC この皆さん、えーと 聞きに来てくだ,さくださっている方々の、えー、興味が、えー、いわゆるまあ教育系の IT というようなことなので、まあ、少し慶応大学どんなものなのかと慶応大学の IT って一体何なのっていうお話を、えー、させていただきたいと思います。で慶応大学、えー、と6つののキキャャンンパパススががあります 本部があるような、まあ、有名ですけれども文系法相の、えー、学部があってそして、えー、日吉ですよね、えー、日吉キャンパス、えー、まさに KMD だとか、ね、そういうなのも日吉キャンパスにあるわけですけれども石戸さんも、えー、日吉キャンパスに行かれているというのが日吉、はい、<laughs> それから、えー、あとは、えー、信濃町ですよね病院がある信濃町に学部があって。 それから僕がいる SFC キャンパスっていう湘南藤沢キャンパスそれから、えー、芝って共立大学っていうのを慶応、まあ、が買って、えー、薬科薬学部ですよねを、えー、今慶応の中で、えー、やっているということでこの6つのキャンパスがありますということですで6つのキャンパスネットワークはこんな感じでつながってるよという感じですね <laughs> えー、まあえー、と薄緑色が10ギガから20ギガって書いてありますけど大体いい10ギガから20ギガの、えー、回線を使って各キャンパスを相互につなぐとでいろいろなあのバックアップの経路なんかもありますけれども、まあ、キャンパス間を10ギガでつないでいって <laughs> インターネットの接続に関しては ワイド系で100ギガそれからサイネットに100ギガをそれぞれ日吉キャンパスとシナマッチキャンパスからサイネットに100ギガでつながっているというようなインフラを持っていますあそれでもう一つ多分ご説明しなきゃいけないのはこの ITC という組織ですけれどもこれ慶応大学の組織では実はなくて慶応義塾の組織です。 でそれ何が違うのかっていうとあの慶応には、えっと、高校だとか中学校だとか小学校、まあ、幼稚舎っていうのがありますけれども、えー、こういうような全ての、えー、法人全部の、えー、情報系を、えー、見ているのが ITC という、えー、組織な,んです、ね、なので、えー、とキャンパスネットワークも、えー、大学だけではなく指揮校だとか女子校中等部幼稚舎、えー、それから藤沢中高だとか。 えいうようよなところが,つながっていますでこういうようなインフラをまあ自前で全部持っていて、えー、この上でさまままざななサービスを展開すするとということになります多分大学のキャンパスネットワークでこれだけ充実したネットワークを持ってるのはまあ,まあ多分なかなかないんじゃないのかなと僕昔慶王に来る前に東大にいたんですけれども東大のキャンパスネットワーク作りましたが、まあ、東大はさすがに あの本郷とか、えー、それから何だっけ <coughs> このこの駒場かあ、まあいうようなところを中心に結構しっかりしたネットワークを持ってますけれども、まああのまあ、大学の中でも日本の大学国際的に見てもまあ非常に充実したインフラを持っているんじゃないのかなというふうに思っています。 まあ、ITC の役割ですけれども、まあ、情報システムの提供運用というようなことで、まあ、電子メールから、えー、科学技術計算 WebDB それからまあ大学の事務系ですね学事会計人事だとか、まあ、こういうような <laughs> システムのサービスを提供している、まあ、端末数バラバラバラって書いてありますけれども、えー、そうですね、まあ、無線 LAN のアクセスポイントは2000台っていうような形で あのまあ、早くから慶応大学はキャンパス全体をワイヤレスでもつなぐというようなことで無線 LAN の AP も、えー、かなり密に設置させていただいていると。 いうことで,すでまあ後との話に関連するところで言うと、まあ、共通アカウントシステム、えー、共通えなんだ共通認証システムアカウント発行対象数っていうふうに書いてありますけどまあ利用者の数ですよね、えー、このインフラを使っていく情報インフラを使っているユーザー数っていうのが約5万人 <laughs> ということになります、えー、学生教職員、えー、全部合わせて大体5万人ぐらいの、えー システムとということになります、ね、なので僕らが例えばオフィスのマイクロソフトのライセンスを買うとかそれから例えば今そうですね Zoom を使うだとか WebX を使うだとかいうようなことをやるわけですけどこういうソフトウェアのアカウントを対象アカウントを考える時には大体5万人っていうようなアカウントを買うというような感じになります。 でえー、とネットワークサービス全体としてはばーっとこういうふうにあります、あのもう基盤から、えー、教育研究システムの支援、それから事務システムの支援というようなさまざまな業務が ITC 全体としてはあるよと、まあ、この辺はよろしいですよね。でまあ、組織としてはこんな感じで、まあ、慶応義塾の ITC というのがあった、本部というのがあって、そ,れそれあとは各キャンパスにそれぞれ出先の、えー、キャンパスの ITC というのがあります。で、ここ キャンパスの ITC は、えー、学生や教職員に対してそれぞれフェイス2フェイスでいろろなサービスを提供していくとで、本部側が、えー、とキャンパス間の接続だとか認証系のシステムだとかあとは事務環境の支援というようなのを行っていくと、えーまあ、人数も本当に寂しい人数でやってますけれどもこんな感じの人数でサポートしているというわけです。 でまあ今日は ID の話なので、えー、ITC の話はそのぐらいにして、えー、KO 全体として先ほど5万人のユーザーがいると、でこのユーザーに対してまあアカウントっていう、まあ、コンピューターを使うときにはなんかアカウントっていうのが言いりますよねってことは、もう皆さんもよくご存じだと思います。 慶応で,ではあの5年前ぐらいからかな56年前ぐらいから、えー、IDP の運用を開始しています。IDP っていうのはアイデンティファイプロバイダーというようなもので、えーまあ、大学のアカウント慶応、えー、では k.jp なんていう呼び方をしてますけれども慶応の一、えー、つの IDP を使ってさまざまな、えー、サービス例えば 今ここにスラックだとかボックスだとかグーグルだとかマイクロソフト、ズーム、ウェブ X って書いてありますけどこういうようなクラウドサービスを利用するときに KO のこの IDP いわゆる KO にログインをすることによってこれらのサービスが利用できるというためのインフラ ID のインフラを整備してきています。 でこれは、えー、とクラウドサービスだけではなくて、学内のサービスですね、キャンバスって書いてありますけれども、LMS のシステムだとか、ドキュサインっていうのは、えー、プリンターかな、えー、こういうようなもののサービスのアカウントにももちろん、えー、この、えー、IDP を使って、えー、共通の1つの、えー、アカウントで、さまざまなサービスを提供するというような、えー、施策を行ってきています。 で学生教職員卒業生、えー、これ、えー、に対して ID の提供を、まあえー、していると。でこのサービスを開始するときにですね慶応、えー、は実は OB e もすごく大事で卒業生ですよね。でえっ、ー、一旦学生のときにこの慶応、えー、のアカウントを取ったら。 未来英語を卒業してもしっかり ID を提供していきましょうということで卒業生に対してもサービスを展開しています今だと、えっと、KO メールっていうメールサービスですよねメールサービスは卒業しても、えー、同じアカウントを使ってメールが、えー、アクセスできると、えー、メールを読んだり利用することが読み書きすることができるというようなことをしてきています、まあ、2015年ですねだ2015年3月卒業 からの卒業生に関してはこのサービスが提供されていると。で、まあ、計画としては、えー、と既存の既卒っていうのかな既,存、えー、既に卒業2015年以前に卒業した、えー、OB に対しても、まあ、アカウントを提供していこうというようなことは考えていますけれどもまだまださすがになかなかその辺フォローアップするのが面倒くさいとか難しいというような現状になっています。えー、で えー、一番下にこの KOIDP って実は <laughs> と今までは、えー、ログイン名とパスワード、えー、という形でやっていたんですけれども先ほどちらっとお話ししたように昨年の9月、まあ、実は昨年の春ぐらいから、えー、とアタックを受けていてですねいろいろな形でセキュリティ問題が、えー 今重要なな項目になってきてきますでそういうことも含めて今後多要,素多要素認証ですね多要素認証化というのを今準備を進めています。技術的にはファイルだとか Windows ファローだとかワンタイムパスワードそれから LINESMS。 えー、こういうような、えー、他の、えー、システムというかないわゆる複数の要素を使って、えー、ユーザーを識別するというような、えー、多要素認証化というようなことを今、えー、準備をしています。<laughs> でさて、えー、と今日のお題ですけれども、えー、多分えっ、ー、と今日お声かけていただいたのは、この慶應義塾大学次世代デジタルアイデンティティ基盤の実証実験を開始というプレスを昨年、えー、打たさせていただきました。で在籍証証明明だとか卒業証明書っていうようよなものを えまあデジタルの世界でしっかり何て言うかな証明書を出していこうとデジタル化された証明書を出していこうというようなえ実証実験を開始するというプレスを昨年打たさせていただいたというわけです。でこれ ITC がえ主体になってえこの実証実験っていうかこのサービスを展開するというよりはどちらかというとですね えっと、慶応の中にブロックチェーンラボっていうのがありまして村井さんが多分、えー、頭だと思いますけれども、えーまあ、研究チームがありますでこのブロックチェーンのさまざまな、えー、可能性だとかさまざまなサービスとか技術的な検証っていうのをしている、まあ、研究、えー、コンソーシアムがあってでそこから、まあ、ITC に対して実は以下のような <laughs>、えー 提案をいたただきましたでデジタル学生証に関する、えー、ご協力依頼ってこういうふうに書いてありますけれどもだからどちらかというと僕は、えー、と依頼を受けた側、えー、依頼をしたのは、えー、ブロックチェーンラボ側ですよねが、えー、依頼をしてきたというわけです。でまあここが、えー、と今日のテーマになっているデジタル学生証 というようなデジタルアイデンティティをえっと K をとして ITC としてサービスしませんかというような話です。で、学生の身元確認や学位取得の確認っていうようなものもと効率化しましょう、デジタル化しましょうとオンラインで身分証明書だとか学位証明書っていうようなものをデジタルでやっていきましょうと。そしてここに関してグローバルな標準っていうのをしっかり作っていくというようなことをしましょうというわけです。 でえー、今年度ですね2020年度には、えー、と学位などの証明データのスキーマの標準化それからブロックチェーンを使った証明データの発行というようなところを、えー、一緒にやりたいというお話が来ました。で まあ、あの下に書いてありますけど、まあ、このポックっていう言い方をしています、えー、ポックっていうのはプルーフ・オブ・コンセプトで、コンセプトをまあ確認するというためのフィールドを提供していただきたいというふうに言われたんですけれども、まあ、僕としては、あのもちろんポックのためにまあいいけど、どちらかっていうと、ちゃんとサービスしようよと。 えー、いうようよなことを言って、えー、この、えー、ラボからの提案はポックのためのフィールドって言ってきたんですけどいやいやこれサービスとしてちゃんと前向きに捉えていきましょうということでお話を、えー、進めているというような現状まあ両者で合意をしたということです。であのー、まあこの辺の背景がすごく大事なんですけれども、えー、いわゆるデジタル化して何ができるのか。 でまず信頼性だとか保証っていうようなところですよねでいわゆる僕としては永続的に検証可能な属性情報っていうようなものっていうのをしっかり、えーまあ、提供できるすなわち慶応を卒業したんだとか慶応の学生だった学生ですと。 いうよう学生であるのがあるかキャンパスにいる間ですけれども卒業したらしっかり卒業したんだというようなことをデジタル上で、えー、永続的に検証可能な形で、えー、情報を提供していくというような基盤が欲しいとでもちろん、えー、プライバシーだとか、えー、そういうようなことに、えー、配慮した形で具現化していきたいと、えー、でこういうようなことで今話が進んでいるということです。<laughs> でまあ、どんなもんなのかということで自己主権型 ID 保証による、えーまあ、実現する姿というふうに言ってありますけれどもこれ何言ってるのかっていうと証明書あこれ多分石戸さんのこの会議で夏ぐらいかな以前のちょっと僕も見たんですけれども。えー ブロックチェーンの話とかデジタル証明書の話をしていたんですが、まあその話の中ではなんか国がやればいいというような話が話されていたと思いますけれども、僕としてはこういう証明書って国があの温度を取ればいいとはあんまり思ってないんですね。<laughs> あのこの辺ちょっとすごくインターネット的なんですけれども、やっぱり、えー、いろいろな主体がいろいろな形で、えー、この 個人に対しして、えー、証明書を出していくと、でその証明書を使ってさ、えー、まざまな社会活動をすると、えー、すなわち ID を出すところっていうのはもちろん国はマイナンバーカードみたいなのを出すかもしれないし、えー、それから大学は大学としてしっかり、えー、この、えー、人はうちを卒業したんだということを証明,書証明していく。 でこういうような証明書を、各個人がいろいろ財布の中に入れて、なんかお巡りさんに言われたときには免許証が入っているマイナンバーカードを見せるのかもしれないし、けど、例えば他の大学へ行って、僕、慶応を卒業した研究者ですって言ったときに、ああのなんかその本人を、えー、認識するっていうのかな、えー、認証するためには、大学が出している証明書、学生書だとか、卒業証を使うというような社会観だと思うんですよね。 なので、えー、いわゆるそれぞれの組織がちゃんとした形で証明書を発行していくというようなことがまあ大事だなというふうに思ってます。なので慶応大学も大学を卒業した人に対してしっかり卒業したっていうことを大学として保証していくということが大事だと思います。でこういうようなシステムを使っ作っていくときに。 あのまああのどんな技術使っても実はこういう世界観っていうのは作れるんですけれども大事なのはその卒業したっていう証明書をデジタルでま発行するのはいいけれども発行元がなくなっちゃったらどうするのというような話があります。すなわち大学は大学の卒業した大学を卒業した卒業生の名簿っていうのを大学のキャンパスの中にはホ置しているわけですけれどもこれもし大学がなくなっちゃったら えー、それを保証するっていうのは一体全体誰がしてくれるのかなとでこういうような情報っていうのはその個人卒業生にとっては未来英語を俺は慶応を卒業したってちゃんと証明してほしいって思うんだけれどもその保証する組織がいなくなっちゃったら誰も保証してくれないよねっていうのは悲しいじゃないですかとでそう思った時にそういう情報っていうのはいわゆるここに分散台帳っていうような、えー、キーワードを書いてありますけれども。 いわゆるインターネット上でそのデータを保持できるというのが、えーまあ、いわゆるブロックチェーンと呼ばれている技術だというふうに理解していただいて構わないと思います。でブロックチェーン上にそういうような情報というのを保存する、えー、保存することによってもし、えー、証明書を提出するっていうか違った、えーえー、名簿を持っている組織がなくなってしまっても。 確かにあなたは慶応卒業したというようなことを第三者がベリファイできるというような世界ができるというふうに思っています。でこの技術を使ってまあいわゆる、えー、学生証をまずは、えー、学生証とか卒業証明書っていうのを、えー、デジタル化していくわけですけれどもじゃあこの、えーあいえー、証明書を使って何ができるのか、えー、ですけれども。 今、既存の認証基盤との連携というのがありますと先ほど KOJP というような IDP を KO ではオペレーションしてるんですけれどもこの時に今はパスワードとログイン名とパスワードでシステムに入るでももしなんていうのかな、学生証をウォレットの中に持っていてその学生証を使ってじゃあシステムにログインするというようなことも可能になる。 という世界観ですよねなので、例えばごめんなさいあの今、具体的に従来、窓口で本人確認してパスワードをリセットしてたんですけれども、例えばスマホの中に入っているその証明書ですよね、学生証を使って QR コードを表示することによって、学生であるということを確認して、そしてパスワードをリセットするというようなサービスができるだろう。 いいうふうふに思っていますそれから、えーまあ、デジタル学生証を提出することで他の証明書を卒業証だとか学割のチケットなどで、えー、提供することができるだろうというふうに考えているわけです。で今のところ まあ、イメージですねこんな感じスマホの中にあるまあ、お財布ウォ、えー、レットの中に、えー、学生証が入っていてこの学生証を使ってさまざなサービスを、えー、受けられるというような世界観を作っていきましょうというわけです、えー、例えば、えー、デジタル学生証でウェブサイトへログインすると えウェブサイト行って QR コードを表示してスマホ側でその QR コードをピッて読むとえこうネット経由であ認証できましたって言ってログインがシステムにログインができるというような世界観ですね。今、窓口行ってログインしなさいシステムにえログインしなさいって言われた時にそこの横にある QR コードをピッとタッチするとえそのシステムに入れると。まあ、自動販売機で なんかねあの QR コードを読んでピッて、えーえー、ペイペイでお金を払うと、えー、そのものが買えるというようなのと同じような感じだというふうに思っていただいていいんじゃないかなというふうに思いますでなぜデジタル、えー、と違ったなぜ、えー、と分散台帳を使うのかっていうようなところが、えー、一つテーマっていうかな大きな要件になってくると思いますけれども。 えー、証明書発行のシナリオっていうのはここに書いてありますとでまあ先ほどから言ってるように発行者っていうのがもし大学が統廃合でなくなると今は大学の統廃合多いじゃないですかで、ね、大学がなくなっちゃった時に、えー、その証明してくれる元大長がなくなったら困るよねとか、えー、それからまあ、えー まあ誰でもが検証できるということですかね、えー、いわゆる、えー、ブロックチェーンのようなところに情報があって、えー、そこに対して、確かに僕が、えーえー、慶応の学生だという情報があると、でそうすると、そのシステムを使って、例えば第三者が、えー、その,そのなんてう証明書を使ったサービスを提供することができるというような世界観ですね。 例えば今、えっと、僕っていうのかな、今回のプロジェクトの中で、えっと、就職活動をするときに、学生が確かに慶応の、えー、なんていうんですかね、学生だというのを証明しなくちゃいけない。で今までだったら在、在籍証明書を出せたとかいうようなことを言われたのかもしれないですけれども、例えばですけれども、えー、学生が企業に訪問して、敗北僕慶応の学生ですって言ったときに、えー このデジタル証明書デジタル学生書って言ってもいいかもしれないけどこれを使って、えー、企業側が確かにあなたは慶応の在学生ですねということを電子的に確認できるというような仕組みもできるだろうというふうに思っています。 まあえー、分散台地を使うだ、えー、ことですよね、まあ、ブロックチェーンありきではないというふうに書いてありますけれども、まあ、基本的には、えー、今、い今,今の技術であれば、まあ、ブロックチェーンみたいなものをうまく使うというようなことが、えー、考えているということですね、まあ、大事なのは永続的に担保できる仕組みというようなことだというわけですね。 まあこの辺、まあ、今後の展開ですけれども、えーとまあ、窓口業務学内の窓口の業務だとかログイン、えー、学内のシステムへのログイン、それから在学卒業証明書の発行、それからまあ見た会なんていうのもあるんじゃないのかなそれからまあ大学間連携で ID 連携ですね、今、大学関係でエデュロムっていうのは国際的に動いていて、 いわゆるわれわれだと、慶応の IDP を使って、例えば MIT へ行ったときにも、同じ無線 LAN にアクセスできるというようなサービスが展開されているわけですけれども、さまざ、あ、まなサービスが大学間で連携できるんじゃないのかということですねで、そのためには証明書の共通化だとかいうようなことも大事だし、それから未来、近い将来には編入だとか、単位互換というようなこともできるのかもしれない。 それから先ほど言ったようにインターンとか、えー、卒業、えー、就職就活っていうような時に企業との連携なんかもできるのかもしれないし、まあえー、未来将来においては何、えー、か決済っていうような世界にも連携することができるんじゃないのかなというふうに思っています。<laughs> で、あのー 僕らは今,今今やりたいことを例えば今回の分散対象を使わなくても今回使う技術じゃなくても他の技術でもいろんな形で具現化することはできますただしやっぱり大事なのはグローバルでやっぱり永続的に利用できるような標準ですよね国際標準っていうようなものにしっかり貢献していくと。 そして、KO だけが何かサービスするんじゃなくて同じような仕組みを使っていろいろな大学え国際的な MIT だとかハーバードでもいいですけれどもさまざまな大学で連携していくためにはやっぱりグローバルな標準っていうようなことがすごく大事だっていうふうにえと僕は理解しています。そののために W2C VC DID だだとととかかですねここういうよういよなところ えー、それからオープン ID ファンデーションだとか、まあ、今、さまざまな ID に関して国際的に技術開発をしているところがあります。で、こういうようなところとの連携、それから MIT のオープンバッジだとか、まあ、そういうようなところとの連携をしながら、えー、いわゆる KO だけが何かやるんじゃなくて、国際、しっかり国際標準を作っていくことに貢献していくというようなことを考えています。<laughs> うんで まああの何ができるのか、皆さんきっと興味を持っているのは、電子証明書みたいなのを使って何ができるのか、どういう技術を使えばいいのかっていうところだと思いますけれども、大事なのは、これ、インターネットもそうだったと思うんですけれども、インターネットを使って何ができるんだとか、そのためにじゃあ、投資が必要なのかとかえいうような議論、昔よくされましたけれども、大事なのは、 あの鶏と卵なので、えーまあ、どん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 こういう活動をしていけばいいだろうそしてそれを具体的に使えるようなインフラを整備していくべきだろうそして利用しながら、えー、国際標準だとかをしっかり見据えたりそことコラボレーションすることによってグローバルに使えるような世界観というのを作っていくことだというふうに思っています。 でまあ、今回あの、クレスの中でマイクロソフトの ION ていうのを使う、えー、っていうふうに書いてあると思いますでなぜなんだマイクロソフトにデータを預けててブロックチェーンじゃ,ねえんじゃないのとない,ないのじゃないのかというふうに疑問に持たれる方もいると思うんですけどもマイクロソフトの ION ていうのは後ろにビットコインのブロックチェーンを持っていて、まあ、そこに実際、えー、データを書いているわけですね。でまあ、インターーフェースとしてってっいう口を使って、えーまあ このビットコインのブロックチェーンを利用していくと、えー、すなわち大学が出した証明書のデータというのをマイクロソフトの i o を経由してビットコインのブロックチェーンに書き込んでいくというような形でシステム全体を構成しているというふうに思っていただければいいと思います。でもう時間が30分過ぎちゃったんで終わりますけど、えっと、今、KO としてはですね、えーとまあ、デジタルトランスフォーメーションこれ遅ればせながらだと僕は思ってますけれどもいろんな大学がもう一生懸命 DX っていうのをデジタルトランスフォーメーションに。えー その、えー、なんだ活動をしているとか、ね、具体的なサービスだとか具体的なシステム、えー、具体的な組織についていろいろ動いてると思いますしかし慶応はやっと思い越しを上げて、えー、今年っていうのかな今急速にこのデジタル化に向けての組織を、まあ、慶応の中での活動がやっとキックオフされたって感じですかね。で 昨年の11月に慶応義塾の中にデジ,デジタルアドミストレーションオフィスという新しいオフィスができましたで、ここは、えー、慶応版のデジ長と、えー、国領理事が言ってますけれども、えー、国領理事が頭になってこの、えー、慶応版デジ長を作りました。 でその下に今、KO 技術 ICT 戦略推進委員会っていう、えー、かなりまあ IT が分かってる人たちがみんなで集まって、えー、いわゆる今まで業務、サービス中心で IT 化っていうのを進んできたんだけれどもこれからデータ中心へのシフトをしていくんだと、えー、そのために何をしなくちゃいけないのかということをしっかりこの推進委員会で議論しましょうというような体制ができました。でそういうよういよな中で、まあ、慶応は <laughs> 一番最初に、まあ、インフラとしては結構いいインフラ、ネットワーク的にはいい、しっかりしたネットワークだとかシステムを作ってきたわけだけど、やっぱり IDP だとか、えー、いうようなことももちろんやってきたけど、もっとデータ中心でいろろなことを考えていくためには、ID っていうようなものをしっかり基盤として整備していく必要があるだろうと。いわゆる今回学生の、えー、学生に対してデジタル証明書を出していくというようなのもその一環ですけれども。 えー、この ID 基盤を、えー、しっかり作りこれを整備していくと。えー、で今回このプレスを打った、まあ、ブロックチェーンっていうかな DID を使った、ね、ID 基盤というのをこの KO の DX デジタルトランスフォーメーションの、えー、大きな基盤一つの基盤として、えー、しっかり運用していかなくちゃいけないんだなというふうに今は思っているというところですかねで。この ID 基盤はオープン とにかくオープンで標準に準拠した技術そしてまあ永続的なサービスである必要があるとそして、えー、まああの京王は何て言うのかな使えるものを使うんじゃなくて国際標準だとか技術開発こういうようなことを技術開発を通して国際標準に貢献してそしてその結果、えー、永続的なサービスとして展開できればいいなというふうに思っていますというところで30分過ぎちゃったので僕の話を終わりたいと思います。 はい、ありがとうございましたまさにあのリリースを見て連絡をさせていただいたというのが背景ですね初めの方にお話しいただいた、はい、あのこれからまたいくつか質疑応答したいなというふうに思ってますので皆さん質問がありましたら QA のところにお願いしますちょっと私は初めにお伺いしたいのが、はい、えっと身分証明書にせよ学位取得証明書にせよ、まあ、慶応はもちろんのこと慶応のみならず えー、大学においてもっと早く進んでいてもよかった領域なんじゃないかと思うんですがなぜそうならなかったのかそこにどういうハードルがあったのかっていうことをちょっと教えていただきたいなと思うんですがどううなんでしょうかあの多分さっき VC ベリファイアブル・クレデンシャルってキーワードを出しましたけれども、はい、いわゆる何、えー、だベリファイできるか。えー というところがすすごく大事ななキーワーワドになってきますよね。学生証だとか卒業証明書、うん、であの、まあ、今まで、えー、紙の上では卒業証だとか学生証だとか、うん、まあそういう紙でやっていた世界に対して、うん、なかなかデジタルにできなかったっていうのはそれをどうやってベリファイできるのかなっていうようなところだと思うんですよね。でいわゆる なん卒業証明書を PDF にして PDF を送れば、まあ、電子化できましたっていう話になるけど、うん、受け取った人がこれ本当に正しいの、うんえー、これなんか模造しちゃったんじゃないのとかいうようなのを確認できなかった、うん、でそういう意味ではどうやったらベリファイできるのかっていう世界観っていうのはやっとできてきたんじゃないかなと。うん、今まででま暗号技術使ってピアートゥーピアアー なんかなんでベリファイするための仕組みだとかいうようなのはあったと思うんですけど技術はあったけれどもインフラとしてこれをしっかり定着させていく、うんえー、っていうようなことが今まさにこうなんだろうな動き始めたんじゃないかなというふうふに思つだ2011年ぐらいかな MIT がブロックチェーン使って卒業証明書を出すみたいなことニュースになってしかしその後あんまり広がってないかなっていう。 はい、印象もあったんですよねそれが技術的なネックがあったのか <laughs> そうではない例えばコスト的なネックがあったのか社会的に需要されなかったのかとか何かちょっとどうなんだろうなと思ってたところがありましてもし、えっと、ご存じだったら海外事情なんかも教えていただきたいなと思うんですけど <laughs> どうでしょうか、はい、あのちょうど僕も あのこれ僕あんまりそこは専門家じゃないんだけれども専門家っていうのかな、まあ、今回ブロックチェーンラボからこの依頼を受けて、うん、でその、えー、実際に研究してるやつに「ねえねえねえ MIT やってんじゃねえの?とうん」という話を聞いてみました。うん、<laughs> そしたら まさに MIT であの証明書を出した、うん、あのプロジェクトをやった張本人が今 W3C の DID の VC ディストリビューテッドアイデンティファイアのワーキンググループの中のベリファイアルブルクレネンシャルのえ活動にまさに来ているんだそうですで。でそこで今すごく積極的にこの標準化っていうような活動に貢献していると。そのうち 何だろうな多分 MIT も慶応、ま、と同じようにうわーってやっ,たやったことをプレスってバンバンバンってやるんだけれども、うん、やっぱりそこまで社会がまだ、えー、それを要求しなかっただとか、うん、そこに対する標準化っていうようなものができていなかった。うんうん すなわち例えば今でも PDF に電子鍵みたいなのを突っ込んで、うんえー、ベリファイできるようなドキュメントっていうのを、うん、まあ出すことができますよね、うん、でこれってどっかのある第三者機関が、まあ、それを確かにベリファイするっていうような仕組みっていうのはあるんだけれどもそう全部そのサービスを使わなくちゃできないじゃないですか。うん、でどっかの一社に牛耳られたくないですよねと でそう思ったときにやっぱり自立分散的にしっかり誰でもが、えー、ベリファイできるような世界観確認できるような世界観っていうのを作っていくためにはそういうインフラを作らなくちゃいけないでそのためには標準化っていうのがすごく大事だで今まさにその標準を作るフェーズに来たんだななのでじゃあ慶応はその標準を作るための、えー、POC に、えー、このフィールドを提供しながら国際標準を一緒に作っていきましょうというようなフェーズに移れているんだっていうふうに今思って なるほどそういう意味でおいて言うと、えっと、やはりコストがかかかるじゃないですかそうすると先ほど卵が先かニワトリが先かって話ありましたけどそのコストを上回る利便性っていうのが見えないと、まあ、なかなかそれ導入に踏み切れないっていう側面って,うっていうのってのあるんじゃないかなっていうふうに思うんですが受けようある意味それを率先してえコストを と関係ないく <laughs> 技術開発、社会実装という観点で導入し、そこにおいてまあえっと実証先ほどプローフオブコンセプトではなくサービスとおっしゃってましたけれども、まあこういう使い方があるよというものをこれから見出していく中で、えー、標準化と普及をやっていくっていうようなそんな感じなんですかね。そうですね。やっぱりあのコストはあの度外視はしていないです。で、ね <laughs>、いわゆるコストいわゆるまあ大学が払うんだ別にいいんだけども。うん やっぱり社会システムとしてやっぱりちゃんと回っていかなくちゃいけないじゃないですか。でその時にこういう具体的な話を、まあ学生が学生に証明書を出す時には大学のコストで払えばいいんだけど、例えばさっき言ったような企業が学生の学生証を確認したいっていう行為があった時に企業としてはそれに対してお金を払えると思うんですよね。例えばその学生が来ましたとで学生電子証明書を見せてくれたとでこいつ本当に慶応の学生なのって確認するその時には企業だった。 例えばそこに100円とか500円の確認するための費用を払えるのかもしれない、うん、なのであの社会システム的にはそんなことも考えながら、あの我々は一応こう、システムというかな、あのこの今回のポックっていうのかな、うん、実証実験を進めていきたいというふうには思ってますけどね。うんうん なるほどか私ちょっとそれはブロックチェーン文脈で、まあ、教育でどういうふうに導入されてるのかなっていうのを調べてた時に、はい、なんか案外わるその学歴詐称が多いような地域ですよねの方がやっぱり熱心に導入にも向けて動いてるんだなっていう印象がありまして、まあ、それに対して日本ってやっぱりその学歴詐称問題ってさほど多くな,な,ないというところも <laughs> ある種ちょっとその日本の中での普及っていうのが普及って言いますか機運っていうのが遅れがちなのかななんていうふうに思ってたんですけどその辺りなんか感じていらっしゃることありますか諸外国と比べて日本の温度感といいますか。<laughs> <laughs> 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 ごめんなさい。 あんまり気にしてないですけどでも、例えば僕、大学で、うん、え高校の例えば結構、慶応なんかだと海外から、うん、海外の高校を卒業した学生っていうのがまあ応募してくる、うんうん、でこれ、今いろんな形で、うん、まあ電子化オンラインでの,あの,なんていうのレジストレーションというかな、うん、え受験の時の書類の提出なんかしてもらうんだけど、うんうん、これ、本当だとかいうような気になることありますよね。 でそうなったにまに、まあ、未来ですけれども、うん、いわゆる高校とか、いろいろエデュケーション、うん、学術系、えー、それから教育系が、同じような形で情報をさ、うん、さちゃんとサーティフィケートできると、うんえー、卒業証明書をしっかり出してくれて、大学としてベリファイできれば、うん、僕は大学としては金が払えるんじゃないのかなっていうふうに思いますよね。うん、なので、いわゆる国際標準になっていくことが大事だと、いわゆる日本だけで独自のなんかサービスがで,できればいいというふうに思ってない。うん ですね。なるほど。ちなみにですね、コロナにまつわる質問も来てるんですけど、はい、あの質問、あいき、私からの質問で、これリリースされたの2020年の10月なんですか？なんかコロナの影響ありました？<laughs> あいコロナによって取りに行けないとか、な,な,な,なんかそういう問題実際あったじゃないですか？<laughs> あ,はははあんまりないですか？あんまりコロナコロナだからってことはないですね。うん。 ただ、大学がコロナだからやっぱりデジタル化が大事だなっていうことに大きくシフトしたのは事実だと思いますねなるほど、はい、ちょっと今日の文脈ドンピシャではないんですがやはりコロナにコロナの大学への影響っていうことに関して質問が来ていて、はい、コロナが去っても対抗せずオンラインは維持されると思いますか 戻ってししまうう大大学学とと進む大学の二極化は問題なならないでしょうかって質問が来ていて、まあ、確かにコロナが、まあ、教育、まあ、大学高等教育だけではなくて初等教育から含めてあのデジタル化 DX までいければいいんですけど <laughs> を進めたかなというふうに思うんですがやはりこれをあの後戻りさせてはいけないのではないかなと思えばあるんですがあの実際に教鞭を取られてる立場でどういうふうに感じていらっしゃるかということを少し教えていただければと思います。 あのえっと、まず少なくともオンラインでの事業だとかまあこの、うん えー、環境、まあ、コロナだから出、出てこれなかかっただからしょうがないから事業がオンラインになりましたでこのオンラインの事業も僕、二通りあるんだろうなと思っていてすごく積極的にうまくオンラインだからこういうことができるよねだとかいうことをトライした事業とそれからくだらない事業ビデオでだーっとその事業っていうようなのもオンラインって言われているんだと思いますよね。なのでこれから え何が起きていくかっていうとそういうようなものはしっかり精査されていくだけなんじゃないのかなす、うん、なわち逆に言っちゃうと石戸、まあ、先生がやられてるような楽しい授業でオンラインだったらこんなにいいことができるよねっていうのは、うん、どん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 オンラインでこのものを継続していくっていうふうに思いますし、うん、まあ一方そのくだらないビデオだけ見てなんとかだった,だったら、うん、そんな YouTube に何か授業でも載っけといてそれ見ろっていうのと終わっちゃうわけだからそこの価値はどんどん,どんどんどんなくなるだろうというふうに思いますよね。うんうんうん なので、僕はあのこれからまさにこう融合していく、オンラインの授業もあり、まあ、キャンパスもちろん楽しいので、あのキャンパスに来て学生といろんなことやるだとか、学生同士がいろんなことやるだとか、まあ、それはもちろんあるだろうし、一方、オンラインっていうのもうまくやっていくっていうような、使っていくっていう世界観にもなるんだろうなっていうふうに思いますよ、ね、今回、コロナ禍でも SFC はかなり早期にオンラインの移動に踏み切りましたよね。 まあでも、KO 全体ですけどね、うん、あの KO って WebX を僕が ITC の主張になって3年前かぐらいから、全学生、全教員が自由に使えるって、WebEX の,のライセンスを買ったあったんですよね。うん、なので、まあ、その当時からぜ別に会議なんてオンラインでやってくれっていう風に思ってたんだけど、なかなかみんな使えてなかった。たたただこのコロナにになななっっっっちゃゃからやんなきいいけないさあどううしようって言った時に、うん あのいや別に僕はウェブエクス普通に授業やればいいんじゃないのって <laughs> ITC として何か新しい投資はいらないよって言えたのが、うん、まさに去年の春でしたね。うでそしたらみんな Zoom がいいとかあごめんなさい Zoom ですか」ってズームの契約もさせていたただきましたけどそうですねちょっと先ほどもねあの始まる前の,あの中村先生と話してたんですけど私も KMD で教えていて。あのー 授業と入試以外はほぼもともとデジタルだったんですよね。教授会も含めてデジタルとオンラインだったので、<laughs> さほどすごく苦労したっていうのは正直になって,て、まあ、ただ本当にデジタル、入試と授業という二大対面リアルが求められてたものする際もまあデジタルオンラインなり、本当にキャンパスに行く必要がなくなってしまったので、今後そこそキャンパスの在り方とかを含めて、なんかもう回再構築が必要なのかななんていうふうに思っているところ。 ですけどね。面白いですよね。あのキャンパスにオンライン、今度オンラインと、えっ、ー、と、オンラインとキャンパスっていうのが、まあ融合する世界観が出てくるじゃないですか。うん、はい。今、いろんな大学で言われてるのが。 あの場所がない、すなわちキャンパスに来ているんだけれども、授業はオンラインっていうふうになると、うん、キャンパスにいてオンラインに参加しなくちゃいけないから、場所がないっていう、空間がないっていうような話がありますよね。で、こういうようなところが、まれ、あ、わ的に言うと、新しいなんか、なんていうかな、インフラの整備っていうのは必要になってくる。例えばみんなが自由に えー、オンラインの授業に参加できるような空間をつ、うん、どうやって作っていくのかとか SFC、うん、なんかだとキャンパス外でも全部あの w i f i 通れるのでどこでも、うん、使えるようなあのもう整備し,た、うん、しているので鴨池の池の横で授業を聞いてくれて全然構わないんですけれどもいろいろな大学にとってはこれからそういうところがすごく大事になってくるんだろうなというふうに思いますよね。 そうですよね。私今いるとこ大学院なのでそんな大きなのないんですけど私がもともと出た大学の学部とか500人行動とかってみんな,なんか双眼鏡で版書を見ながらなんかノート取るとかやってやってたんですけど <laughs> もうなんかそう大行動みたいなことでやられていた知識伝達型の授業ってもうオンラインの方が正直いいのでもうその 大きな教室は全部なくして、そういう個人がブースで授業に参画できるとか、そういう風になっていった方が、大学の構造としてもいいですよね。そうかもしれないですよね。だから、あのインフラっていうの建物とか、アーキテクトの、うん、世界観も変わってくると思いますよね。うん、はい、ありがとうございます。ちょっと、えっと、プレゼンの話に戻るんですけども、はい、あの、今は身分証明と学位取得っていうところかなと思いますが、うん、まあ、最近は、ね、その。 学歴社会よりも学習歴社会なんていうふうな言葉っていうのが広がりつつある中でいわゆる学習履歴を以下にしてはしっかりと信調性を持って。 証明していくかってことの重要性っていうのを語られていると思うんですよね。で、先ほど今後の展開っていう資料を見ると、やはりその単位互換とかそういうことも書かれているんですが、まあ、今後そのある学位の取得のところだけではなくて、まあ、一個一個の授業や単位の終、えー、了証明みたいなものっていうのもデジタルで管理をしていく、そういうことっていうのもこのプロジェクトの中では考えていらっしゃるんですか はいあのー、すごく重要な視点だというふうに思ってますで何が本当は重要かっていうと、うん、何でもかんでも情報をブロックチェーンに上げればいいってい話じゃ僕はないと思ってます。うんうんうん すなわち ID 確かにこの学生は慶応の学生だっていうことの非常にそのシンプルな ID の部分だけはブロックチェーン上に保存しておくべきだというふうに思いますけれどもその成績だとかねそういうようなそれぞれのまた別の情報っていうのは別にそれまで全部ブロックチェーンにある必要はないんですよね。そうするとどの情報はどこにあってどういうふうに紐付けていくのかそれを紐付けられるときの例えばその権限とかパーミッションですよね。 っていうようなものをどういうふうにコントロールしていくのかっていうのが技術的にはすごく大事だなって僕は思ってます、うん、そうじゃないとなんか全部ブロックチェーン上にあって誰でも見れるんでしょって言ったら成績全部パラパラな世界になるんですけど <laughs> そんなそれはみんなやっぱ困るわけじゃないですか、うん、やっぱり自分は確かにまあマイナンバーカード持ってて僕は日本国民だっていうのはわかるのかもしれないけれども、うんうん あの同様に ID としては僕は慶応の教員だって ID は持ってるけれども、うん、だからって言って僕の研究が全部この ID にどこで紐付いてるのかっていうのは別に管理するべき、うん、そして誰に対してこの情報を提供できるのかっていうのは僕はコントロールできるべきだ、うん、いわゆる個人主権でデータを扱えるような世界そういうシステムっていうのはどういうふうに作っていくのかなっていうのがすごく大きなテーマだというふうに思ってますね。 そうですよねやはりそのやっぱりブロックチャインの議論の時に、まあ、プライバシーの問題もあるし書き込みの間違いの <laughs> 問題もあるし、はいまあ、そこら辺を考えると、まあ、何を書き込んで何を書き込まないべきか。 でその書き込まないものはどこで管理すべきかってことは非常に重要かなっていうふうに思いますし先ほど自己主権型の時に国がやればいいって話が少しあったんですけど私自身も基本的にデータは、えっと、個人がコントロール権を持てる方がいいと思ってたこの話は国がやればいいっていうの,っていうのはとはいえどこが旗を振ってそのデータの利活用を推進するかっていった時に えっと、理想は、割るその自立分散的にさまざまなサービスが割れ広がっていくことなんだろうけれども、まあ特に初等中等教育の議論をしてたので、ある程度国がやることを決定して旗を振らないとなかなか進まないのではないかといったような議論を していたかなっていうのをちょっと記録、記憶していて、まあそれにちょっと付随することなんですけど、KO なんかは、やはり先ほどおっしゃってたみたいに、小中高大大学院と全部持たれているっていうのっていうのは、新しいサービスのまさにプレーフアブコンセプトをするのに非常にいいフィールドなんじゃないかなと思っていまして、大学だけではない、えー、学,位学位というのかな、卒業証明や成績とか、もしくは学習履歴ですよね。 っていうの、なんか接続して、あの管理をしていくというようなことっていうのも、まあなんか議論の中であるんですか。いや、そこまで、実はすごい、<laughs> いい、いい指摘ですね。<laughs> あのね、これ、やっぱり中高、小学校、うん、中、中高ですよね。うん、これね、敷居が高いんですよ。<laughs> <laughs> 例えば今慶応で IDP なんて話しましたけれども、うんうん、この慶応の IDP で管理できてるのは大学生、うん、それから大学の教職員、うん、あとはまあ中高でも教員に関してはいくつか出せてますけれども例えば高校生に対してこの IDP でサービスができてないんですね。 そういう思いは強いんですけれども、うん、なかなかですねそれぞれの,あのじこれもまたあの独立しているので組織としては皆様方それぞれのやり方があるので、うんえー、こっちが旗振っても波に行てこないっていうところはありますよね。でもなんか是非ともかととそこにチャレンジしていただけると すすごく日本全体に大きな影響と言いますかソーシャルインパクトがあるのかななんていうふうには思いますけどなかなかいろいろ難しいっていうの伺っているので <laughs> すいません余計な質問をしましたが。いいいいいい あちょっといくつか来てる質問の中で、はいえっと、ブロックチェーンの学位証明書を取り扱っているベンチャー企業なんかも、まあえっと、この進歩にも何回か来ていただいたんで、何社か来ていただいたんですけど、あるようです。こういった企業との協業はありえますかって質問が来てるんですけども、まあ。ありえるんじゃないですかね。あのうん、僕ら、さっきも言ったように、国際的に標準をやっぱりしっかり作っていくべきだと思うんですよね。なので、技術仕様だとか、いろんなことを公開したりしながら、うん あの一緒にプロジェクトを進めていくっていうのはすごくあるんじゃないかなというふうに思ってます。なるほどそうです、ね、なんかその日本のねいろいろなブロックチェーンを活用しては同種のことをやろうとしているような、まあ、企業とか団体とか大学がまさに、はい、まあ標準化の話がバラバラの動きにならないで日本全体で大きなプラットフォームが構築されるといいなというふうに私自身はちょっと願ったりするところではあるんですけどもね。 はい、あのいろいろなコラボレーションをしながらやっぱりみんなで、ね、あの持ち寄ってじゃあこうしようああしようとかっていうのは最後ちょっと一つこの質問を来てる質問をあげたいなと思うんですが今後の展開において鍵となるポイントとしてグローバル標準への準拠が挙げられていましたが日本国内で普及を進める上で日本ならではの教育制度等を踏まえグローバル標準にはない観点とがあるのでしょうか。 企業間連携社会基盤連携といった複数,複数分野での拡張は学歴詐称をさほど問題視しない日本の取り組みとして特徴的にも理解しましたのでそういった拡張の方向で議論を進める,る上で グローバルにない標準化のあり方の観点があれば教えてくださいっていう質問なんですけどいかがでしょううかありがとうございますあの先ほどグローバル標準っていう言い方をしましたけれどもすべてのシステムは同じにあるんですよね例えば今ウェブサービスってありますよね Google もやり Facebook もありいろんなサービスが、えー、このウェブの技術を使っているわけですよ。うん で、基本的な技術っていうのはいわゆるこれ同じ HTTP っていうような標準を使ってその上に技術開発ができてサービスいろんなサービスがあるじゃないですかこういうような世界観を作っていくすなわち ID の世界でもさっき言ったようにあの なんだ、えー、ID の基本的な管理の仕方だとか、そういうような非常に、えー、ベーシックな部分のだけ、これをみんなで共有し、その上のサービス、例えば学歴を学歴社長に対してどう対応するのかとか、違うサービスはどう作ればいいのかっていうようなことを自由に、えー、新しいサービスが展開できるような世界観を僕は考えています。なので、基本的な部分、すごく基本的な部分だけ。 をぜひ、えー、しっかり国際標準にしてみんなでそこは同じものを使っていこうよねとじゃあこの ID でこれが確認できるんだったらじゃあ僕はこんなサービスができるよねみたいなそういうようなイメージですよね。 な,なのであの日本がその全部何から何まで標準化しろって僕は全然思ってなくてあの今ここで言ってるようなところだといわゆるベリファイアルクレデンシャルだとかこういうようなところのスキーマっていうのをしっかり標準化してそこだけもうあればじゃあみんなその上でのアプリケーションは自由に考えましょうっていう世界だと思うんです。うん なるほどありがとうございます。あっという間にもう1時になしまったので、皆さん次の午後の授業、状況部に戻られるかな、す,ね、すぐついつい授業ってしちゃったんですけど、<laughs> はい、思いますので、今日はこれでおしまいにしたいと思います。あのいろいろと、はい、あの素人の質問を投げかけて、失礼しました。しかし、非常によく分かりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。慶応 <laughs> つながりでいろいろとご一緒させていただければと思いますので、<laughs> はいはい、よろしくお願いししますよろしくお願いいたします。 ではうと、はい、と本日はこれでオンラインランチ進歩をおしまいにしたいと思います。次回はですね、えー、2月10日 e スポーツで人を育つのかということを、えー、テーマにディスカンションしていきたいと思います。それでは改めまして、えー、中村修先生本日はどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。聴いただいた皆様もありがとうございました。こちらで失礼します。